気は抜かずにって感じですね。SNS マーケティングをしたいと、海外移住したい方からですね、SNS マーケティングの勉強の仕方、稼ぎ方、やり方を知りたいということで、始め方を学びたいということなんですけども、そもそも SNS マーケティングっていうのは、僕もマーケティング全体からすると、サブ的な位置づけですね。何がサブかというと SNS ですね。やっぱり SNS はもう繰り返しお伝えしている通りですね、見込み客としては弱いんですよね。やっぱり通りすがりの人が多いと。で、あなたの、インフルエンサーとかでもうファンになって群がってる人っていうのはいるんですけども、一般人がですね、なかなかそのインフルエンサー的な立ち位置になるって、今からだとなかなか大変というか、それを労力の割に得られるものが少ないというふうに思うので、それだったら SEO ですね、キーワードでちゃんと検索してくる、自ら求めてくる、何かしらの情報を自ら求めて探すっていう能動的な行動をしてくる人を集める。そのためには SNS は